みんな気をつけろ。なんだ、背の高い人間。見た目は人間っぽいけどなんだか違う。ドド大魔王、クレイが会いに来たよ。審判？審判だな。そう、クレイを審判していいよ。おいおい、何言ってんだ。大方、言葉の意味をちゃんと理解していないのだろう。ねえ大魔王、どうして返事してくれないの。クレイが遅くて怒ったのかな。あのね、ごめんなさい。今度は謝ってる。クレイってば、何考えてるのか。大魔王、クレイが来たのに何の反応もないね。人型のからくりのようだ。反応がないのを見るに、おそらく壊れているのだろう。前に見たことある。あくまで推測に過ぎないが、服装を見た限り稲妻から漂流したもののように見える。稲妻だって、すっごく遠いとこじゃないか。ああ、ここは独立した海域だ。どの国にも属していない。この海にとってこのからくりは異邦人と。しかし今の稲妻の現状でこういったことが起きるも。動くことのない異邦人、変だな。誰かがここまでも。大魔王、動かないの。クレイ、大魔王は疲れているのかも。そうそう、寝ちゃったんだ。クレイがなかなか来ないから待ちくたびれて居眠り。そうだよクレイ、今はとりあえず他のところで遊ぼう。大魔王が起きたら。本当？本当だよ。あ、クレイ気づいちゃった。これは本物の大魔王じゃない。本物の大魔王はまた別のどこかにいる。え、そうだな。クレイ諦めないよ。待ってて大魔王、絶対見つけてみ。また走っていっちゃった。はぁ、子供は元気だな。ちょっと待って